はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでビアンコネロさん、ビアンコネロさん、はい、合ってるよね、合ってます、はい、はい、じゃあ、ゆうべ2つですね。もうほとんど売り切れちゃいました。よいしょ。ワンセットになってますね、これちゃんとね。ランダムというかバラバラになって入ってるだけで。よいしょ。別にバラバラ入れなくてもいいのになってちょっと思うんですけどね。はい。ルーキーだけちょっと取り出します。まず監督さんの裏だっけ、一人真ん中、あ、これだ、はい、ファビオ君、ミレッティっていうのか、でキーパーね、で後ろの方にカイオ君、これだ、でさあどうでしょうか、パラレルだ、アーロン・ラムジーさん、これは275ですね、通常の。はい、やっぱり今はもうキエン・リーさんのね時代になってるんですかね、ゆうべ。しょ、まあちゃんとゆうべのねシール、版権のシールあるんですね。あ、すみません。はい。あ、逆でした。こうですね。ルーキーはね、あのスリーブに入れときます。僕の裏だっけ、ね、まず1枚、あ、2枚目と海洋くん、これだ、でパラレルっすね、うん、誰だ、マティアさん、はい、ディフェンス、ディフェンダー275ですね。イタリアの方の92年生まれ、超ベテラン。ほう、ずっといたちょっと分かりませんけど、はい、さすがにディフェンダーまでちょっと分かんないですけど、出来がいいですよね、すごいね、これホイールの光り方なのかな、なんかすごい綺麗なんですよね、紙にリフラクターのシートやってるのかな、いやそんなわけないよな、すごい輝きがね綺麗ですね、うん、これ275が一番綺麗かもはい、ということで、こちらでね梱包して、発送は明日木曜日発送なので、早くて金曜日着となります。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。押せない。